ダダダダダダイビングマキシマム。今回はですね、もうずっと激推ししてるマクシマン信者こと僕くんゲームがですね、今回このマクシマンの新プレイスタイルからの新能力に新タレントポイントでね、全力使用やっていきます。というのもね、マクシマンメイン仕様はもうこれまでね何回もやっているんですけど、いい人の作品に限らずウィレ時代からもねずっとやってて、やっぱこのバンダナが好きですね。遠藤守みたいなね、バンダナ稲妻イレブンの7万 GP で獲得できるんだけど、強さはもう1万コイン級1万コイン級でね、分かりづらいかもしれないんですけど、まあ簡単に言うとね、エピックガチャのあのボックスガチャのビッグタイムとかエピックとか、ね、注目選手で置かれてるレベルぐらいのまあ、やばさを持ってるんですよね。まずプレイスタイルがリンクフォワードからウィングストライカーに変更したことで、まあ、適性はね前と変わらないんですけど、左サイドウイングのところからねより仕掛けやすくなった。結構ですね張ってくれます。ドリブラーはやっぱこのウイングストライカーが一番仕掛けやすいですからね。能力値見てください。ドリブル96にスピード96、瞬発97にボディコントロール94、やばいっすよね。ボールキープとボールコントロールも高いし、オフェンスも80乗せてるということで、過去のマクシマンよりもですね、オフェンス上げてたり、あとはね、スピードと瞬発力もちょっと上げて、そしてね、レベル上限がですね、前36だったんですけど、38になってね、激強。ドリブル、スピシュン、全部っぱマクシマンがね、より前よりやばくなってる。通常でね、えげつないドリブルが楽しめるのがね、マクシマンになってるんでね。初めてね、マクシマンの名刺を見る方もいると思うので、ぜひ皆さんも全力掛け声、マクシマンよろしくお願いします。早速、勝利ゴー。最強のマクシマン、行きましょう。ウィングストライカーに変貌を遂げね、もうずーっと使いたかったからね。行ってくれー。ホワイトさんがチームエンブレムアルゼンチンということで、これはワールドカップ決勝カードがやってきたようだ。マクシマンのね、この通常なんすけど、やっぱウィングストライカーに変貌を遂げて、かつですね、かつやっぱ能力値がねかなり上がってるということで、めちゃくちゃ強いんですよね、マクシマンが。アランさん、マクシマンおかしい、やばすぎるんだよな。いました、今の。やっぱさ、ダッシュドリブルがさ強くなってるからさ、その分強くなってんだよね。マジで縦ダッシュでいけるからね。オッケー、ここはもう相手もファールせざるを得ないと。マクシマンのドリブルでぶち切って最後アシストみたいなね、まあ、そういう形作れば一番ですけど、このねダッシュドリブルが強くなった環境の今ね、マクシマンを止める、うわー、これはファイトリック見せていく。でアシストこれが皆さん現環境のマクシマンでございます。マクシマン、ご一緒にファイトリックからのアシストね、1点目のねゴール関与からもうぶっ壊れた活躍を見せていきますね。エンクンクからマクシマン、さあランさん、マクシマン、おかしいでしょこれ。ダッシュのね、ダッシュのウィングストライカーになったことでよりヤバくなっていくからね、そこがやっぱすごいよな。さあここもマクシマンがまたも見せる、いらしくファイア、オッケー。サイドからどんどん仕掛けて、この攻撃の幅を広げていくと。さあ、1試合目からマクシマンがね、ファイトリックからのアシストという。これやばかったね、マクシマン。もう、ここファイトリック綺麗すぎる。こんな綺麗にファイトリックね、決まったの初めてかもしれないね。ウィレ時代からもファイトリックあったんですけど、まあ、一打でできたんだけど、こんなに綺麗なね、ファイトリック必殺。サッカー漫画やもん。今の環境で、とにかくね、さらに輝く。うわー、来たー、クシマン、好調引いてきました。これも実質数値がですね、ドリブルスピシュンカーストになりました。やば、好調引いちゃダメですよ、マクシマンは。そう、絶好調か好調引いたらね、もうイーフトにいたらですね、本当あの破壊しまくる選手になっちゃうんで、できるだけ運んでから、はいや、軌道修正バグってる。シザーズシュート、ディフェンスもゴールキーパーも全員欺く、マクシマンのね意表をついたシュート。さあグリーズマンから来た、ワンパムバッペが素晴らしい。そしてマクシマン、えぐすぎー、このねちょっとコロコロシュートみたいですね、これがね決
定力はそんなに高くなくても結構入るんですよね。やっぱ強く打たない分精度が高いからね。さあモドリッチ、ゴー。やばすぎ。今のさ2枚抜きとかもね、やっぱすごいよね。もう簡単にバンバン抜いてくからね。いや、どんな抜き方もうおかしいんすよね、この強さ。なんか普通じゃ抜けない抜き方で抜いていくのがいいよね。マクシマンらしいというか、やっぱマクシマンらしい抜き方があるよね。そういうことで、ガビがいい位置にいるが、マクシマンジャンピングトゥーマイドリーム。はい、いやー、ちょっとさすがにね、アスレチック2連打難しかったか。サスケのようにね。マクシマンいいだー、よくー来たー、ハットトリックチャンス。さあということで、お相手さんギブアップですね。マクシマン強すぎ、ウィングストライカー、そして能力上げにタレントポイントも上がってすごいことになっている。通常のレベルじゃねえぞ。さあ前半見ていく。さあルーレットから、ドイツ対スライドからじわりいくタイプに行こうかな。ご紹介しましょう。皆さんから見て、さあいいね、モドリッチ。反対側右のエンドからがフランス。いや、これもやめていい。でじんわり行きながらスライド。そうだね、ここも取られてないっすからね。はい、でここ、いやーこれは無理か。さあモドリッチができるだけ引きつけて高速ワンツー。さあここでステップオーバーからルーレットでアシストですね。完璧。うわー、キーパー止めるか。マクシマンの領域入ってたんだけどな、今前来た。ゴーガーシャンニア抜き、オッケー。もう気合でねじ込みましたね、マクシマンの決定力。これもステップオーバーね。さあここは稲妻からマクシマン、惜しい楽しいし、そこ行けるのがもうすごい。いや、うわー、神、うわー、止めてくるか、マクシマンが神のドリブルを発動しましたね。この辺のもう全員ちぎったんですけど、あと一歩だったか。さあということで、ちょっと最後ね、引き上げになっちゃったんだけどね。前よりね、やっぱめちゃ強くなってんだよね。完全なるウィンガーになりましたよね。1試合目はサッカー漫画の必殺技ファイトリックに、2試合目はね、もう実質ほぼハットトリックみたいな活躍。すげえよ。いやー、いい。さあ、いいよ。うわー、素晴らしい、ナイスー。エッグマクシマ4枚ぐらい抜いた。1回取られかけるも脅威のドリブル、ボディコンスピシュンで無事抜く。シザーズからちょっとずらしますか。いやー、いいね。でここで前に入る。うわー、おー、今のさ重心持っていく感じも好きだな、マクシマのドリブル。さあ軸足当て、エラシコからここで抜いていく。これもうね、すごい。あれ、あのエラシコの抜き方できるのってマジでマクシマンぐらいなんじゃないかな。しかもその後さ、しっかりとアシストするっていうね。フェイント祭りが止まらない、最強の男は。はい、でね、今回は強化されてプレイスタイルも変更されてからはね、初のマクシマン、新マクシマンメイン仕様でした。これ以上ないぐらいね、楽しめました。ぜひ皆さんもね、獲得して使ってみてください。マクシマン最高でした。また視聴者のバイ。